長井直長は、単語国宮津藩二代藩主。長井家、宗家四代。女王三連、初代藩主、長井直行の三男として生まれる。兄の直坊が創生したため、漢文六年に着手となる。遠方元年十一月十一日に、父が死去したため、遠方二年一月十日に家督を継いだ。遠方七年十一月一日には、創社番に任じられた。 遠方八年五月に四大将軍、徳川家綱が死去すると、六月二十六日に、芝の増上寺で放映が行われ、直長は、その武行に認じられた。ところが、法映の最中、島蕎麦藩主で放場口金番を務めていた、内藤忠勝に刺殺された。去年二十七。殺害された理由は、忠勝の狂気のためと、徳川三木などの資料には記されているが、 忠勝との不和が原因とも、逆に直永が忠勝に遺コを持って切りかかったが、帰り討ちにあったという説もある。直永には、死死がなく、また殺害された経緯から海役に処された。しかし後に、弟の長井忠だ園に一万国が与えられ、山と新城藩主として、大名長井宗家を再興している。直永は、学問を好んだことから、文人藩主と称された。 ありがとうございます。